特決は、6世紀に中央ユーラシアに存在したトゥルク系遊牧国家。もともとは、ジュンガルボンチ北部からトルファン北方の山麓にかけて住んでいた部族で、従前の霊属のもとで、アルタイ山脈の南麓へ移住させられ、単鉄奴隷として鉄鋼に従事したが、552年に従前から独立すると、部族連合である、特決河岸国を建て、中央ユーラシアの覇者となる。 582年には内紛によって東西に分裂した。中国史書の伝える特決という語については、これまで TRK にモンゴル語複数語尾である D がついた形 TRK トンの漢字音社であるとする説が有力であった。しかし近年になってから特決という語は単純に TRK という音そのものを移した漢字であるという説が指示されるようになってきた。 衆書遺棄伝、随所北敵伝では、彼らが住んでいた金山の形がカブトの形に似ていたことから、彼らの言葉で、カブトを意味する特決を、部族名とした、とある。また、テュルクという名称の意義については、強力なとする説が有力であるが、異論もある。中国の司書にはいくつかの伝説が記載されている。特決の起源は、西朝令に遡ると考えられ、 その厳重地は、家にニ川上流域にあったとされる。この地は、鉄鉱石が豊富であり、後に、突血が、機体やと呼ばれるほど製鉄技術に優れていたことを、裏付ける。彼らは、郷土支配時期に製鉄技術を学び、三世紀には、鉄器の使用が普及していた。やがて、足なしの突血部は、南のアルタイ山脈を越え、トルファン西北のボグダ山。 天山山脈に移り住むと、その単鉄技術をもって、急速に発展し、デュルク系所属の中での最強部族となった。以下の記述は、終書、随所、旧当女、新当女によるもの。突と六節の孫にあたるトムは、大葉守と合子、従前の進化であった。彼には二人の子がおり、長男はドモン、次男は、質点密といった。トムが死ぬとドモンが後を継いだ。 5世紀後半は、従前冷蔵下の圧薬部族が絶え間なく逃亡、犯行を繰り返していたが、487年に、校舎諸部族10万人が30年に及ぶ、大規模な反乱を起こすと、力が衰えた、従前の特決部への統制は緩和された。制約を脱すると畜産品や単鉄によるて工芸品を生産して、正義や再益との貿易を行い、6世紀初頭には、 正義との間に正式な通称が結ばれた。正義の大東12年、北の鉄六が従前を攻撃してきたため、土門は特決部を率いて迎撃し、5万余り落ちを降伏させた。土門はこれに乗じて従前に求婚した。しかし、従前下岸の穴は、特決が単鉄奴隷の身分なので激怒し、死者を送って罵しった。土門はその死者を切るなり、 従前の支配から離脱し、正義に剣士を送って長考し、正義に求婚した。大東17年6月、土門は、正義の長楽講師をめとって、妻とした。この年、正義の文帝が崩御したので、土門は剣士を送って長門し、馬に100匹を送った。廃帝元年1月、土門は従前を打ち、開港の北にて大破した。アナは自殺し、 その子の安田達は北西へ逃れ、従前の甘り州は、穴の王子である、東義子を建てて、河岸とした。土門はついに自ら入り河岸と合して独立し、特決河岸国を建てた。北州、北西、鎮、広陵と、特決入り河岸が亡くなると、このおつ即期河岸が継いだが、間もなく、亡くなったため、その弟である木汗河岸が後を継いだ。木汗河岸は即位するなり、 従前を打ち滅ぼし、従前河岸の東吉子は正義に亡命した。木汗河岸はさらに西の尾を破り、東の喫端を敗走させ、北のちぎり骨を併合し、諸外国を次々と征服していった。これにより、突決の半島は、東が領海西西が再海に至り、南は砂漠以北、北は北海に至る大帝国となった。 次に木瀬加岩は正義に、東ヨシの中殺を請願した。正義のウブン・ヤス氏はこれを許可し、東ヨシを青門内で殺した。こうして、完全に、従前を滅ぼした木瀬加岩は、中国の北朝と吉見を結ぶようになり、互いに隕石関係となる。はじめは、北州と北西の両方から求婚されていたが、木瀬加岩は北州を選び、 補定3年から4年にかけての北西討伐に参加した。この戦いでは何の成果も上がらなかったが、その後も特決と北州の関係は良好であった。しかし、次のタバチカガンの時代になると、577年に滅んだ北西の残党と組むようになり、たびたび北州の北辺を犯すようになった。北州は何度か特決と交渉し、大蔵二年になって、 ようやく北西の残党である高津ギを連行することに成功した。581年、田カガンが病死し、この安ラが即位したが、木カガンのこの大ラビンが振幅せず、制御できなかったので、大加岩位を自腹ガンであった、ツズに譲った。国人たちも、四ガンのこの中では、ツズが最も賢い都市、節図は正式に即位して砂鉢カガンと と山をととした。節図は、大ラビンが、今まで官位を持ったことがないということだったので、阿わかという称号を与えた。2月、北州の政定が要件に前上し、隋が建国されると、北西の永州市だった高安安氏が、北方民族と結託して、反乱を起こしたので、砂鉢略河岸は、これと合流し、林油鎮を攻め落とした。その後も、 反乱軍は隋軍に勝利し、隋の北辺を犯した。海王二年冬、隋の高祖文帝は、下川王の楊弘広し、上柱国の豆ろいさを、遠坂へえただし、左僕屋の子を、右僕屋の具計測を減水とし、頂上を出て、反撃に出た。砂鉢地役河岸は、阿波河岸、ドン汗河岸らを率いて迎撃するが、敗走し、上と薬病に悩まされ、会えなく撤退した。 砂場地略ガ岩は、アワカガンの気象が荒いのを危惧し、先にアワカガンの領地へ向かいその部落を襲撃し、アワカガンの母を殺した。これにより、アワカガンは、帰るところがなくなり、西の立ラカガンのもとへ亡命した。このことを聞いた、シラカガンは、アワカガンに兵をつけて砂場地略ガ岩を攻撃させた。 この他にも、ドンアセカガンや砂場地薬カガンの重廷の地金札などが離反し、アワカガンについた。砂場地薬カガンは、西の立ち頭カガンに悩まされ、東の喫端を恐れたので、隋に救援を求め、白道川内に移り住むことを許された。その後、砂場地薬カガンは、新王の陽広氏より補給をもらい、これにより、アワカガンを攻撃して捕らえることができた。 海陽7年1月、砂鉢略河岩は子を使わして徴工した。この年、砂鉢略河岩の騎馬町が火事になったため、砂鉢略河岩は焼け負った。その数ヶ月後、砂鉢略河岩は死去した。遺言により、弟のところら子が立つが、老いの要素れ両に譲ろうとして、両者譲り合いをした結果、結局遺言通り、ところら子が両守る河岩として即位し、 要それ両は、要守るとなった。しかし、即位後間もなくの第一次、ペルソ・チュルク戦争で、要守る河岸が流れ屋に当たって死去した。国人たちは、要それ、領を立てて、とイカ河岸とした。とイカ河岸は早速剣士を送って、随に長考した。海王十二年大義公主は、西特血のドロリ河岸と無本を起こしたので、とイカ河岸は、大義公主を斬首した。 一方、とあい岸は、たしかしらかがと敵対し、たびたび征伐しあったので、文帝はこれを和解させ、双方は兵を引いた。海洋十七年、砂鉢地河岸のこの総目星はカガンとっり岸と合して、勝手に隋と関係を持ったことから、大河岸である、都古愛かがは激怒し、隋と国交を断絶し、たびたび返境を犯すようになった。十九年、随は、 漢王の要領を減粋として、トワイカガンを撃たせた。トワイカガンは、タシカシラカガンと手を組んで、トッリカガンを攻撃し、その兄弟子名を殺した。トッリカガンは、長祖にアキラと隅に逃げ込んだ。6月、孔、要素は、タシカシラカガンを撃ち、これを大破した。文帝はトッリカガンを排して、イリチンマメ、ケイミンカガンとし、犠牲講師をめとらせた。なおも、 ト合イカガンが、京民河岸カガンを攻撃し、隋の返境を犯すので、腰国公の要素、公軍総監の感想とぶき、太平行の芝材、大将軍の要弁の軍勢は、ト合イカガンを攻撃した。この年の12月、ト合イカガンが部下に殺されると、達しかしら河カガンは、不可河ガンとなって、京民河岸カガンと対立した。しかし、隋と組んだ京民河岸カガンの方が常に優位となった。 忍樹元年、それまで、敬民河岸に付属していた、鉄六の国設部などの書部が背いたので、文帝は、御事のりで、要素を、雲修道公軍元帥とし、敬民河岸を率いて北西させた。歩み河岸は再び、敬民河岸を攻めたが敗北し、とよく根に奔走した。七世紀初めの東西特決河岸国。民のでは、毎年数回は随にしていたが、 この死筆河岸の代になると、隋朝の衰えに乗じて、中国に侵入するようになり、朝貢を行わなくなった。大行十三年五月、東港の離縁より、援軍の要請があったため、死筆河岸は二千機の援軍を派遣して、隋朝打倒に協力し、その翌年、隋が滅んで、唐が建国された。はじめ、死筆家岩は塔に使者を送って入朝させたが、武徳二年になって、 領首都や劉部州とともに中国侵入を図った。しかし、死室加岸はその年になくなってしまう。削り加岸の代になると東特決は頻繁に中国へ侵入し略奪を行った。党はその度に東特決を撃退するがその勢いが収まらず手を焼いていた。しかし、上岸元年の節縁タブをはじめとする鉄六処分が東 特決に背いたことに始まって、東、特決に侵入していた、諸民族が、次々と離反すると、上岸三年、党の体操は大規模な東特決討伐を行い、小河岸のトイリ、河岸らを投降させる。その翌年には、大河岸の血離河岸が捕らえられ、東特決は一時滅んで、党の厳しい敗下に入る。A. A. 元年、足な骨がイルティリシュとして、 党の厳しいを脱し、独立を果たす。アシナホネハナシロクは、武則天政権の党に、たびたび侵入、略奪を行い、中国を苦しめた。そんな中、唐朝は、武則天の定位散脱によって一時的に滅ぼされ、州が建てられる。アシナホネハナシロクが亡くなり、弟のアシナ牧説の代になると、初めのうちは、州長に入朝したものの、次第に傲慢になり、 ついには、州長を滅ぼして、当長を復活させようと、中国侵攻を図った。これに対し、武則天は、当の牢領王を皇太子とすることで、東特決の中国侵攻を思いとどまらせた。その後の新龍元年、武則天が牢領王に上位して、当は、復活を果たす。晩年の足シナ牧説は、西方攻略に謀殺され、鉄緑討伐中に戦死する。 アシナホネハナシロクの子である、ボクトゲレンはアシナ牧説の一族を殺して、ヒトギカガンとなり、血督金やアサヒヨク国と共に安定した国づくりを行い、等々とも友好的な外交を行った。ヒトギカガンの死後は東特欠内部で争いが頻発し、短命なカガンが交代するようになる。そして、 この衰えに乗じた、骸骨、カツララロ緑、抜け、湿密の三部族によって、東特血のカガンが殺され、東特血は滅んだ。西特血は、東、世を守るガンの下で最盛期を築いた。東、世を守るガンの死後は、内部分裂を繰り返し、二ガン並立の時代が続いた。大操の宝魚に乗じて、アシナガ野が一時的に勢いを盛り返すが、 高層の討伐軍に敗れ、足長路が捕らえられると、西特欠も、党の厳しい配下に入る。厳政策下では、足長路政党に、河のあった、足名渡る者、足名歩み心の二人によって、西特欠処分が統括され、その両家が代々下願意を襲名し、党の反乱鎮圧などに参加した。長寿年間に、渡る者屋の教務化死亡下が途絶え、741年頃には、 不魔化である重生下岩の足名がトッキセの爆、ガタツカンに殺されると、西突血の足名氏下岩が滅亡し、西突血ではトッキセ部が対等する。以後、トッキセ部は、高生と黒星に分かれて、互いに争うようになった。大暦年間の後は、カツララ六族が、坂になり、高生と黒星のトッキセに生は、クズラ六に侵入し、その他若い骨につくこととなり、ここにおいて、 西特血は完全に滅んだ。特血は郷土や従前などと同様、遊牧民であるので、町に住み、水草を追って移動し、牧畜と狩猟を制御とした。老人を癒しみ、壮健な者弟を尊び、戦で死ぬのを重きとし、病で死ぬのを恥とした。食事は肉を主食に楽を飲み、葡萄酒は作らず馬乳酒を作って飲む。河岸は 金銀の食器と黄門の家具を使用。また、今までの遊牧国家同様、婚姻において、夫に先立たれた妻は、夫の兄弟の妻となるレビラトコンの形式をとる。刑法は、謀反を起こした場合、殺人及び、肝心の負、馬を盗んだ場合は皆死罪となる。葬儀は死者をまず帳に止めて、近親の男女と、羊馬を殺して、帳前に陳列し、これを祭り、 弔問者は七回顔に傷をつけて血と涙を流した後死者をバグや副葬品と一緒に仮装する。毎年初期人を率いて先祖が生まれたとされる洞窟を祭り5月中旬には川のあぜに人を集めて多くの羊馬を殺して天神を祀った。鬼神を敬い不撃を信じた。特決は東は中国、西は東ローマ帝国、ペルシャと 中央アジアのシルクロードを利用して東西交易を活発に行い様々な文化を取り入れた。特決は東アジアにおいて漢民族以外で日本の金文字と同様に比較的早い5世紀に独自の文字を持った民族である。そのことは1889年以後にモンゴル高原で発見された数々の特決秘文によって世に知られることとなった。しかし、 はじめのうちの公用語は、ソグド文字やブラーフミー文字を使用していた。特決の言語はその名の通りトュルク語を使用していたが、それは支配民族であるトュルク系の遊牧民のみで使用されており、カガン国全体の公用語としては、ソグド語が使われていた。それは当時、ソグド人がシルクロード公易において優越的な立場にあり、 中央アジアから中国に至るまでの地域で、ソグド語が広く使用されていたためである。ビルゲカガン碑文のレプリカ。特決は、北方遊牧騎馬民族としては極めて早い段階で、文字記録を残した。それが、ホルホン碑文などに代表される、特決碑文である。はじめは、ソグド文字、ソグド語で記した碑文であったが、第二カガン国時代になって、自分たちの文字を用いて、 自らの言語を記すようになる。これによって、当時のトュルク語による多くの民族名や地名を知ることができる。歴代の遊牧国家同様、特決もシャーマニズムを信仰していた。しかし、タバチカーガンの時代に彼が仏教に敬したということが、中国史書、特決秘文の両方に記されている。戦争業と牧畜業を主として製鉄業や農業、 手工業も行っており、特決人は皆武芸を修練し、戦争に参加したとある。多くの奴隷を抱える奴隷制社会でもあり、供給源は犯罪者、戦争捕虜、略奪による拉致などで、征服部族は奴隷的使役に使かされた。奴隷や霊族部族は農業や手工業のほか牧畜業や戦争にも使用されたが、 区益を課された、霊族部族の反乱が絶えなかった。特決の君主は、従前と同様に、カガンと言い,い、中国で言う皇帝にあたる。皇后にあたるのは、カガトンという。また、親族が名乗る、特勤があり、その下には、以下の順の官職がある。など、およそ28の官職がある。これらの官職は代々世襲によって受け継がれ、父兄が死ぬと指定が後を継いだ。 また、権限の範囲が、はっきりとせず、定員もなかったとされる。河岸邸は、都近山に置かれ、木場町は東側を入り口とし、日の出を敬った。河岸が即位するとき、その近似重心らは新たに即位するものを、フェルトで担ぎ、太陽の回る方向に9回回し、1回ごとに、進化が拝礼する。礼し終わると、神を馬に乗せ、絹の布切れで、 気絶寸前まで首を締める。緩めたら、お前は何年加蛮になっていれるか。と問う。新加岩は、意識が乱れていて、年数を明確に考えることができない。新からはその答えた年数で、加蛮の在位年を計るのである。突と六節、異質泥人の子は建設、突と六節の子、大葉守、突と六節の孫入り加蛮、大葉守の調子入り加蛮。 従前から独立し、特決ガン国を開く。おつそくき、加賀、いりガンの子、セカガン、オツソクキ岩イリカガンの,の弟。従前を滅ぼし、中央アジアのエフタルを攻略して最盛期を築く。タバチン、キアセカガンの弟、アシナアンラ、タバチガンの子、サバチガン、オツソクキカガンの子、ヨウマモル加セツ図の弟、ケツトギセタナトアイ加セツ図の子、ケイミン、ガン。 砂鉢略加減の子、都合加減の弟。脂質加減、経民加減の長男、随に攻め入り兆候を停止する。ところら加減、経民加減の次男、血離加減、経民加減の三男、塔に降伏し、東特欠は一時滅ぶ。足な骨花白く、血離加減の所属、塔から独立して、東、特欠を再興させる。足な木説。 骨離しろくの弟人とぎかがん。骨離しろくの子依然かがん。ひとぎかがんの子通り、かがん。依然かがんの弟骨ツつツ。ようるカラスイケルベえセかがん。判決と黒くの子白美かがん。カラスイケルベえセかがんの弟質点三つかがん。大葉守るの子。入りかがんの弟たち頭かがん。質点三つの小泡かがん。木汗せかがんの小泥りかがん。胸がいそ特菌の子。木汗せかがんの孫ロとコロラかがん。 ドロリカガンの小池カガン、立シ頭カガンの孫、ドロトコロラカガンのおじと、ウマ守るカガン、シャキカガンの弟ばがトルコを釣りし、カガン、と、ウマ守るカガンのおじしよ守るカガン、と、ウマ守るカガンの小話陸カガン、俗人により擁立される、砂蜂ら鉄利室カガン、突陸カガンの弟を釣りしつを釣、カガン、砂蜂ら鉄利室カガンの子サバチラら、ウマ守るカガン、 鉄理室加岩の弟の子オツシャーキ加岩、バガトルオツ、加減の子サバチラ加減、A 風理雪社規徳金の子、渡る社屋市有味室加部根領と五福家京むかし、某加減、室天密加岩の五代の孫京むかし、某ワタ渡る社の子、左表と足な根、岩領の子ヤハナシ、リクブモウチと五福継ぎ、どしょぼり絶ワタ渡る社の族、兄継ぎ、どョボリゼッカ岩、 不審の古純性科学、国質らの古純正科学、懐堂の子カラス出六、国質らの肺下尺図、ず、カラス出六の子イケル6、舎ずの肺科、幕が立つ間入りて三瀬骨と突六一二、黒星出身移り鉢と里いら三瀬、黒星科学、アタハイラ、黒星科学、宮崎一沙田は、特屈と読むべきだと主張した伝統的に、特欠の、欠は、 靴と読む。大漢話辞典は、両、音を乗せるイン族と非分、星をイダム非分、特血予い骨死、飼い骨し三章、特血予い骨し、直六予従前三章、ドイツのヨーゼフ・マルク・アルト、フランスのポール・ペリオの説。ペリオット、PL、オリジンで TU、QA、ノム・シノワ・デ・タークス、T& パオ、ザビ、1915、エドウィン・プリー・ブランクの説。 パーリー・ブランク、E.G., The Chinese Name for the Turks, Journal of the American Oriental Society, 85から21,965平凡者、1972ミュラーの説。このノ,ノフの意見。コナナフ、AN、オパット・ネリーザ・ターミナ・ T ・ RK、ソベツ・カイア・エトネグラフィア、1947、ナンバーワン。このうちの一人は、ケイコツとなる。 終書列伝第四十二遺伝した他の辞書と大きく異なり、おそらく作語随書列伝第四十九北適用2008、P16、29、終書随書旧登女新登女武具と秘分、終書遺伝かその書事類、子、しかも不知念、ただも、草をためき、森安隆を工房の世界史で英語シルクロードと、同帝国、守る。 岡田1990、P118 森1971年、P43、森正を、古代トルコ民族史、研究 1P225 から438、収書列伝第42域伝へ。ありがとうございます。